o、OK、ーリーガはスペインのローラーホッケーリーグ。1969年にディビシオン・オノールとして設立され、2002年に現行名称に改称した。2008年には o、OK、ーリーガ・フェミニーナが設立されている。最多優勝クラブは FC バルセロナの28回。o、OK、ーリーガの試合スペインでローラーホッケーが盛んなのはカタルーニャ地方であり、1969年に ディビシオンデオノールとして全国選手権が創設されるとレウス・デポルティウが初回大会から4連覇した。1971年にはカタルーニャ地方外のクラブも参加可能となり、1982から83シーズンにはガリシア州アコルーニャに本拠地を置くエキシー・リセオがカタルーニャ州以外のクラブとして初めて優勝した。2002年には OK リーガに解消した。1997から98シーズンから2009から10シーズンには FC バルセロナが13連覇している。2017から18シーズンからは OK リーガオロ、OK リーガプラータ、OK リーガブロンセの3部構成になることが発表されたが三部リーグへの加盟に興味を示すクラブが少なかったことから三部リーグ化は立ち消えとなった。 2017から18シーズンは16クラブ中14クラブがカタルーニャ州のクラブであり、その他にはガリシア州アコルーニャに本拠地を置く HC リセオアストリアス州グラードに本拠地を置くアストルホッケー CP が所属している。大会方式はサッカーのリーガエスパニョーラと似ており、16クラブがホームアウェイで計30試合を戦う。勝利には 勝ち点3、引き分けには勝ち点1、敗北には勝ち点0が与えられ、30試合終了後に最も勝ち点の多かったクラブが優勝、最も勝ち点の少なかったクラブがプリメーラディビシオン、降格となる。上位4内し3クラブは、サーヨーロピアンリーグの出場権を獲得し、それに準ずる数クラブがセルスカップの出場権を獲得する。 1979年に創設されたサーヨーロピアンリーグでは2016から17シーズン終了までの37回中31回でスペインのクラブが優勝しており FC バルセロナ HC リセオイグアラダ HC で優勝回数1位から3位までを独占している1980年に開始されたセルスカップでも国別で最も優勝回数が多いのは スペインである、ありがとうございます。